2016年7月4日デビュー25周年を迎えた永井光也の姿が後楽園ホールにあった。皆さん本日は、私ごときが25周年の記念試合のために何度もたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございました。普段は昼なのでこんなにちょっと応援されるのがちょっと慣れてないので、長い頑張れ、あと何年、あと何試合できるか分かりませんが、ファンの皆さんに、喜んでいただける試合を一試合でも、多くリーグの上に残していきたいと思います。あと何試合できるかわからない。それから5年の歳月が流れ、満身創痍の肉体で幾度もの激闘を乗り越えてきた男が今宵約束のリングに帰ってくる。デビュー30周年の記念試合をやらせてもらうんですけど、私プロレスデビューする前の練習生の頃に首の怪我ですね、第5頸椎脱臼骨折の怪我をしてたので、まさかその時を考え、本当その時はここまでやってきたんだから記念に何試合かだけでもこう試合をしたいっていう気持ちだったんですけど、まさかまさかそれがこう30周年まで来れると思ってなかったので、でも本当にそうですね、自分を周りで支えてくれた周りの人と応援してもらえたあのファンの皆さんのおかげで本当に今日までなんとかたどり着けたと思うので、今日はそうですね、今日のこの会場に来てくれた人をやっぱり今日来てよかったなと思ってもらえるような試合大会にしたいと思います。早いね、永井選手も30周年なんだね。まあリンクスから始まった永井選手のねこのプロレス生活ですけど、まあそれからいろいろ魔界クラブ、まあ、今回はね永井選手が魔界クラブで登場する、まあどんな形で永井選手が登場するのか、まあ自分との対戦もありますけど、とにかく楽しみですね。はい、ドラディションアップライジング2021永井光也デビュー30周年記念大会、いざ開戦。皆さんこんにちは、ドラディションのレオナです。2021年4月16日ドラディションにとって1年半ぶりとなる大会が開催されました。今回はドラディションアップライジング2021三ツ矢永井サーティースアニバーサリー後楽園ホール大会を、皆さんにお届けをしたいと思います。試合もですねダイジェスト、そして前編、含めて、たっぷりと見ていただきたいと思いますので、楽しんでいただければと思います。第1試合スペシャルシングルマッチ、魔界5号 VS 新井健一郎。まずね、第1試合は、魔界5号対、新井健一郎のシングルマッチということで、大会スタートしました。今ね、後楽園ホールの選手が入場する、直前に待機する場所が映りましたけど、なかなかねここ皆さんが見る機会もないかなというふうに思いますので、やっぱり家では、まあ、厳しくも優しくもいい父でして、やっぱりリンクに上がるとやっぱりこういつもの家の雰囲気とはガラッと変わって、やっぱりプロレスラーの永井光也っていうのをやっぱり小さい頃からずっとそばで見させていただいてて、すごくやっぱりリングの永井光也も家でのやっぱり永井光也っていう父という面でもやっぱり尊敬をしていまして、この30年という自分の今年25になるんですけども、
生まれる前からこう長い間続けて、この今までこう現役でやっていた、やっているっていうのは本当に、まあ、自分も格闘技をやってるのですごいっていうのは肌身を持ってすごい感じていまして。よし、行こう。そしてね、このね、試合の時もそうだったんですけど、すごい体格のいい、ね、魔界クラブのマスクをかぶった選手が出ているっていうところで、どこかの若手の選手なんじゃないかっていうね、話もあったんですけど、永井選手のね、息子さんの龍之介さんということで、もうね、今25歳になってということで、すごいいい体をしていて、魔界のね、マスクをかぶって、父をね、先導するという、印象的なシーンでした。このね、魔界マスク、まあ魔界5号ですけども、まあ、今回のね、大会のパンフレットなんかにも記載されてますけども、2003年の1月4日の新日本東京ドーム大会で、初登場して、魔界4号、ともにですね、ハリマオーズっていう、まあ、チームを結成してね、活躍したっていう経歴もあります。この新井選手ももうね、ドラディションのこうレギュラー参戦という形でもうね、3年ほどドラディションにもずっと出続けている、もう今どこに行ってもね、新井さんの名前っていうのは轟いていて、先日のね、5月の24日か、天竜プロジェクトのね、再始動の第一戦で僕の3回目の、新井選手とのシングルやりましたね、ちょうど。まあ、デビューしてからね、僕も2回ぐらいシングル今までやっていて1勝1敗だったんですけど、この前もね、最後はうまくちょっとね、してやられたなっていうところで、またすぐにでもやりたい対戦相手だなというふうにね。グリーンワイドだ、ほら。そうだな。僕も当時見ていて、魔界クラブがまたこのリングで見れる、しかも自分のホームリングであるね、ドラディションでまた魔界クラブが見れる日が来るっていうのね、思わなかったですね。僕なんか持ってたんじゃないかな、クリアファイル持ってた気がしますね、当時新日本プロレスの公式グッズで売ってた。で、このハリマオーズってね、 T シャツの後ろにも書いてますけど、ハリマオーズのね、入場テーマ、解決ハリマオかな、あの入場テーマがすごい好きで、全然世代じゃないんですけど、めちゃくちゃ学校で歌ってたっていうことなんです。今回ドラディションの大会では珍しく、まあ、今回の、ね、コロナ対策の一環として、場外フェンスが設置されたっていうのがあって、まあ、これがあると、まあ、一般的な、ね、新日本プロレスとか、全日本プロレスノアとかっていうところは、ね、場外フェンスがあるのが、まあ、ある意味伝統なんですけど、ドラディションではあえて設置していなかったんですけど、まあ、今回ね、コロナ対策というところで設置したというところで、ね、ショルダースルー、まあ、本当にね、プロレス僕らも若手の時一番最初にやる大きな受け身の一つの練習っていうのもあるんですけど、これをね、これで一つこう選手の受け身の技量が分かるっていうね、よくここで評価される部分もありますけど、新井さんはね、本当にこういった部分もね、ダメージを最小限に抑えて受け身を取っているのがよく分かりますね、今みたいに映像で見ると。あれですね、この魔界クラブのこのマスクかっこいいですね、やっぱなんかデザインがちょっとスーパーストロングマシンのマスクとはまたちょっと一味違うけども、世界各国のね、お金のマークが入ってるっていう、さあということでね、ここで、魔界5号
がね、勝利したという、最後エクスプロイダーですかね。でね、スリーカウントというところだったんですけど、このね、今見てましたけど、まあね、ここでも、まあ、招き入れて息子がめちゃくちゃ体でかいですね。こうやって改めて見ると、第2試合タッグマッチ、倉島信之、田村バーサス三州つばきち、今井ライム。さあ、ということで第2試合がスタートしました。ドラディションのね、レギュラー、所属のね、倉島さん、そしてレギュラーの三州さんに加えて、ヒートアップの、田村選手、そして今井選手、このね、ドラディションとヒートアップの交流戦という形で、行われたこの第2試合、珍しく、ゴング前から、三州さんがですね、こう倉島選手にこう襲いかかっていくという形で、これはあれですかね、三州選手は今回はあの仮面ライダーアマゾンのあれですよね、多分コスチュームのタイプですよね。実際にアマゾンを走っているっていう、あの、ね、異名が銀座の鉄人っていう風に言われてますけど、世界各国の鉄人レースを走ったり走破しまくっている三州選手、それが、ね、コスチュームにもそういうのを反映して、さあ今ねヒートアップの、社長兼、選手のね田村選手、そして、昨年デビューした今井選手、この2人のマッチアップになっています。聞くところによると、この今井選手、まあ、昨年ねあのデビューをして、今大会が初めての後楽園ホールだったというところで、本人もすごい緊張してたっていう風にね後で聞くとね言ってましたけども、確かに後楽園ホールのこの独特の雰囲気、僕のデビュー戦とかの雰囲気の時にすごい緊張したの覚えてます。やっぱなんかなんていうのかな、本当決闘場じゃないですけど、やっぱこのお客さんの目線がなんかより厳しく感じれるようなね大会会場だったっていうのをね感じますね。今井選手も多分そういったものを感じながら、このね後楽園の初めてのリングに上がったんじゃないかなと。だからですね、ヒートアップ同士だといろいろなものをねこう今までいつも通りやってる戦いの中にも激しさもあって、ちょっとヒートアップの魅力っていうのも感じることができます。この田村選手も元、ね、UWF の田村清さんの、お弟子さんということでね、もう寝技、打撃、そして飛び技もね、オールラウンドな戦い方をする、もちろんね、体はね小柄なんですけども、それをね持ってあまりある、いろいろなね空中殺法も結構得意で、自分も何度か対戦したり組んだりもしてますけども、いろんな戦い方に適応できる、選手というのを僕もいつも勉強させてもらっています。倉島選手と、今井選手、この、ね、体格差がある中で、やるっていうのもね、本当プロレスの一つの醍醐味ですよね。まあ、総合格闘技とかボクシングだと階級で分けられるということもがある、まあね、それが当たり前だと思うんですけど、プロレスっていうのは100キロを超える選手も100キロ以下の選手も一つのリングの中で戦うっていうことが往々にしてあるので、こういう、ね、エルボーの一つにとっても気持ちの出し方であったり、気の入れ方であったりとか、大きい選手と、ね、向かい合うとより燃えるっていう部分は、ね、すごく感じますね。多分まあ、後楽園ホール今回ねお客様がその、まあ、感染症対策で声を出せないっていう環境の中だったので、よりプロレスの音っていうのがね聞こえる大会だったなっていうふうに、こうやって映像を見てても思いますね。やっぱこう蹴りにしてもそうだし、ね、叩きつけられた時、それに選手が受け身を取る時の音であったりとか、よりなんていうのかな、プロレスのダメージっていうものがより感じられる大会だったなっていうふうに感じます。
さあ、この、ね、今井選手ね、耳のね、難聴というね、もともとね、ハンディキャップというものがある中で、一生懸命ね、今、デビューして2年目になるんですかね、7回戦ってますけど、本当にそういったね、自分の中のいろいろなものを背負いながら戦っている姿というのは、僕らとしてもすごい刺激を受けています。プロレスの中でね、音っていうものは一つすごい大事な要素だと思うんですけども、そういったものをね、また克服しながら、すごいね、そういった意味では感性とか感覚っていうものがすごいね、大切になってくる。今もね、3つ首固め、そしてバックスライド、そしてね、ブレンバスだと立て続けに素早く影響仕掛けていくけど、これアクスボンバー、まあ、この田村選手、全日本プロレスの、ね、大森選手のに指導も受けていたということで、アクスボンバーって確かそんなね、チームに、ね、いたこともあるということでね、ああいうラリアットアクスボンバーを使うっていうのはね、強烈なのがありましたね。このね、逆エビ固め、まあ、プロレスの、ね、若手にとっては一番の拷問技っていうか、これ苦しいですよ、見た目以上に。ということでね、第2試合は田村選手が今井選手を、逆エビ固めで破りました。これもね、田村選手からの今井選手に向けてのね、多分きっとエールの、まあ、本当フィニッシュだったんじゃないかなと思います。トラディションの1年半ぶりの大会、その中で去年本来はやるはずだった、藤原選手とのシングルマッチ、自分にとってもこの2021年、気持ちを新たにして、再スタートを切っていく上でも、まあ、重要な戦いになるんじゃないかなと。で、まあ、この大会名でもあるアップライジング、再び立ち上がっていくというね、気持ちを見せる戦いをしたいと思います。第3試合シングルマッチ、レオナ VS 藤原ライオン。さあ、ということでね、第3試合、僕の試合ですね、藤原ライオン選手との初めてのシングルマッチ、ということになりました。このリングに上がって初めてね、最初、藤原選手を見たときびっくりしました。正直今まではね、こう、まあ、なんていうのかな、 UWF スタイルであったり藤原芳明さんをね、敬愛しているというところでね、藤原っていう、名前をつけて、やっていた藤原選手がこういう、なんていうのかな、泥棒をイメージしてるっていうのかな。で、試合前僕のスーツケースの中見たらなんかニーパッドもないしみたいな。最初上がった時に、ね、あまりのなんていうのかな、ファイトスタイル、キャラクターの変わりようにね、びっくりした、記憶があります。すごいね、やりづらかったです。間合いも全然違うし、ね、攻撃の仕掛ける、まあ、タイミング、スピード、間合いも全然違うから、まあ、その場その場でこう合わせてやっていく、そういう、ね、戦いだったなと思います。で、ね、僕自身も、この試合から、コスチュームを変えて、まあ、1年に1回から2回変えることがあるんですけども、今回初めて、赤の色を、ね、つけて、僕がね、もう愛してやまない、MCU、マーベルの、中からね、僕のね、まあ、まずその中でも代表的なアイアンマンを今回は意識したカラーリングにして、赤と金色の、コスチュームに変えてやりました。こうね、なんかこうちょっと前のこの格闘系スタイルとはまたちょっと人を食ったようなこのファイトスタイルというのはね、僕もなんかやってる途中からすごいイライラしてきて、まあ、ちょっと焦ったりする場面もあったんですけど、でもね、こういう風に随所随所でこう、ね、腕に一点集中を仕掛けてくるあたりとかは変わらず厳しい部分があったかなと。今、左足にね、こうショルダータックルを低空で決めていく、これは、僕もね、はっきり参考にした選手がいまして、リック・フレアさんですね。リック・フレアさんがね、もうずっと使う攻撃のスタイルで、
まあ、ビッグフレアさんね、同じ足音の字固めをもうフィニッシュにするの一番のレジェンドですけども、ここもね、そこを、ね、リスペクトと、参考にしてね、攻撃を今回ね、ちょっとね、取り入れてみました。まあ、僕の中ではね、この試合どうしてもね、こういろんな、まあ、あの試合のね、あの決め方っていうのを想定したり作戦立てたりはするんですけども、まあ、自分の中でもね、最近自信のある、足尾の字固めっていうのでね、を狙っていく過程で相手のね、左足に、そしてね、足にこう集中的に攻撃を仕掛けていくっていうのはね、自分の中でも何パターンか考えてた中の攻撃パターンの一つで、まあ、このね、中盤までは結構うまくいっていたかなと実感があります。で、ね、こうやってね、隙を見てね、すぐにこうちょっと素早い感じで、まあね、ほんと左腕ほんとね、もう一本に絞ってね、やってくる。ここはもう本当に前、僕が想定していた藤原選手の、まあ、攻撃スタイル、まあ、スタイルとね、変わりはないんですけど、ね、でこういうことするでしょなんか、ね、いきなり前転したりとか、このコーナーの使い分けっていうのがね、今までの藤原選手とはまた違う、一味違った部分で、こういったね、鈴木みのる選手がやるよくやるようなね、このね、場外にロープ使っての嬉しいとかね、この左でずっと攻められたから、このなんか何週間か痛かったですね、この左腕蹴ったりとか関節決めたりとかっていうので、ダブルアームスーペックス、今ね、僕も映像を見ていて思ったんですけど、これこのダブルアームの入り方っていうのは、僕多分デビュー戦の船木さんとの試合でやった時にね、同じような動きやったんじゃないかなって思います。まあ、相手をね、ジャーマン多分この時最初狙ったんですけども、避けられて、まあ、ジャーマンをね、こう仕掛けられた時っていうのは、選手っていうのはバックエルボーでとにかく相手を振りほどいていくっていうのはね、本能的にやるんですけど、そういう時は結構ね、大振りになる選手も多いというところで、そこを狙ってやった動きじゃないかなと。わあ、どうしよう。ね、こう2クラッシャーからの、この1回目のフィギュア4レッグロックですね。これね、多分ライン選手も多分警戒をしていたんじゃないかなというところで、素早くね、タッチオフ逃げてきました。でね、またね、ここでね、こう帰ろうとしたりとか、もうなんかね、戦っててよくわからないですよ、なんか何するのかわからないし、帽子かぶったりもするしこいつ何やってんだって言って、でね、またこうやってたら、なんかこうリングからいなくなるっていう、ファン、ね、見ててくださった方々もね、皆さんもなんか多分声出せない中でいなくなったりするから、多分すごい反応に困る場面もいっぱいあったんじゃないかなというところで、でね、今下から出てきてかけてる誰かと思ったら、全くの別人が、ただね、後ろから本物出てきて、これね、多分ね、手にね、ブラスナックルですよね、多分ね、硬いあれつけて、こんなことね、しちゃいけないんですよ、ひどいことします、本当に。で、しかもこの人、いつからこの下にいたんだっていうね、純粋な疑問があります。これ痛かった、これめちゃくちゃ痛かった、ね、で藤原さんの、ね、こうケアしているところで、ね、アームバー、藤原アームバーですね、脇固めに狙っていくっていうところで、切り返し切り返しで、ね、最終的にもう一回
これね、アンバー食らっちゃうんですけど、ね、苦しかったですね、痛かったですね。今ね、ロープエスケープも今ね、天竜プロジェクトに僕も前線参戦してるんですけど、 PWF ルール、昔の、ね、全日本プロレスで採用されてたルールだと、手首以上が出てなきゃダメとか、足首以上が出てなきゃダメとかね、掴んだだけではロープブレイク許してくれなかったりとかっていうね、本当団体によっていろんなロープブレイクのね規定もあるというところで、僕も初めて PWF ルールで戦って、多分ね、歓声上げられない分、このキックの音っていうのがね、一番よく聞こえてダメージ伝わったんじゃないかなって。でね、こうやってまたこれね、ブラスナックつける。ということでね、自分の中でね、ここはもう自信持って、フィギュアフォーレグロック、足尾の字固め。ということでね、なんとか、ギブアップ勝ちをすることができました。なんか多分この辺なんかイライラしすぎて、最後ね、分けられても、多分ね、何秒かかけ続けてたって、多分それだけイライラしてたんだろうなっていうふうに。18年から怪我をして、1年半欠場して、そしてそのままコロナ禍になって、この前、SNS に書いてます。もうずっと土の中にいて、光が見えなくて、多分すごい腐ってて。でも、こうやってまた試合が楽しく書いてきて、こんなテレビも見たりして、やっと、小さいから光が見えたなって。こういうことはもうしたい。大会で、ね、もう一つ注目しているカードがこのカードなんだよね。かつて今までこのカードって多分なかったんじゃないかな。今各団体のトップ張ってる選手がこうやってね、相対するわけだから、どんな感じなのか、どんな試合運びなのか、誰がこう優先をね、権を取っていくのか、ちょっとこれ俺注目だね。セミファイナルスペシャルタッグマッチ、大谷慎二郎、マシモケンゴ VS 関本大輔、カズマ坂本。これね、見ただけでね、名前の並び見ただけでゾクッとするような、試合ですね。普段なかなかね、組むことがない選手が組むのもそうですし、戦うことがない選手がね、向き合うのもそうですけど、非常に緊張感のある、試合だなというふうに感じます。もうね、大谷さんはね、もう本当に言わずとしては新日本プロレスとしてゼロワンでね、とにかく、最前線第一線でね、未だに戦い続けられている、この4月16日の大会の時もね、全日本プロレスのシングルの、ね、最高峰の、ね、リーグ戦の、ね、チャンピオンカーニバルに参戦中だ、合間を縫って、このドライショーに、参戦してくださいました。確かこの日の翌日もリーグ戦やってたっていうふうに、記憶してます。そしてね、関本さん、僕もね、デビュー1周年の時にね、初めてね、シングルマッチで、戦わせてもらって、この関本さんの大きさ、分厚さ、破壊力、このね、全てにね、もう驚き、もうダメージを食らい、すごいいい勉強させてもらったと。もうね、本当に全日本プロレス、まあ、大日本プロレスはもちろん全日本プロレスゼロワンも全ての団体で関本さんを見ますね。そして全ての団体で、ベルト、最前線第一線に絡んでいく、本当にね、プロレス界の大有名人であり、もう本当に第一人者ですね。
そして、ね、青コーナー赤コーナーに控えるのが、2AW の真下健吾選手、そして、カズマ佐久間選手、2AW の、ね、真下選手はもう、海援隊道場、そして 2AW になってからも、ね、第一線トップとして、団体の、ね、顔として、団体を牽引している存在というところでね、この選手 もう全日本プロレスでいろんな、メジャー団体も含めて大活躍している方ですね。そしてね、カズマ佐久間選手、僕もね、デビューしたての頃よくレッスル1で毎日にね、ヒル軍団デスペラードとの、ね、戦いの中で、カズマさんと、ね、よく試合をした、記憶があります。現在はね、ドラゴンゲートに、レギュラー参戦して、タグのね、ベルトなんかも、獲得したり、先日もね、シングルの最高峰の、ベルトにもね、挑戦したりチャレンジしたりというところで、とにかくね、このプロレス界の中で名を残している方だなと思います。もともとカズマ選手も、2AW の前身である、ね、海援隊道場の、ね、多分出身ということで、多分、ね、流派が一つね、同じようなこういう部分でもやっぱすごいですね、やっぱ。真下選手も今ね、多分こうレスリングの攻防の中で、まあ、レスリングって言ったらね、序盤もね、終盤もないんですけど、当たり前の一つ攻防の中ではあるんですけども、今ね、ニコッと笑みが出たということは、それなりにね、やっぱ満足感であったり刺激を感じられたからこそ、そういう多分顔になったんじゃないかなと。谷さんの攻撃、これも多分ね、デビュー1年目かな、この後楽園ホールで僕ね、ゼロワンの大会で大谷さんとシングルマッチをやらせていただくことがあって、大谷さんの打撃一つもそうだし、よくね、その試合ね、記憶飛んだんですよ。もう試合中何をやったかも覚えてなくて、ブロックケーマー でね、これね、先ほど言った通り、普段のドラディションではね、鉄柵がないと、こういうね、選手を鉄柵にぶつけるというね、攻防もないんですけども、今回それもね、改めてなんかあれですね、叩きつけられるとめちゃくちゃ痛いんですけど、これもなんか一つプロレスのね、一つの攻防なんていうのかな、形というか、うん、これがあるとやっぱりちょっとやっぱりプロレスの場外乱闘っていうね、部分での一つの醍醐味を味わうことができますね。まあ、やってる側としてはね、こんな鉄柵に叩きつけられるって本当たまったもんじゃないんですけど、すごいですよね、この疲れていく中で大谷さんっていうのはね、もうとにかく声出してこうやって自分を鼓舞していくっていう、新日本プロレスの、ね、ジュニアヘビー級第一線で、ね、引っ張ってる大谷さんの姿もずっと見てきて、もうライガーさん、金本さん、エルサムライさん、カシンさん、そして田中実さん、そういった面々とこう毎日のようにこう激闘を繰り広げてる姿を、ね、見ていて、かっこいいなって思って、でそれとね、その当時と変わらずこの黒のショートタイツとリングシューズで未だに第一線で、ね、戦い続けている、本当に尊敬します。ね、胸への攻撃っていうのはやっぱこう見るとやっぱり選手の一人一人の個性っていうのが改めてすごく、分かる、シンプルな攻撃だからこそいろんなねタイプがあるな。関本さんね、逆水平バチンというのもよくやるんですけどね、こう胸をに折りたたんだ腕をね、ハンマーのように振り下ろとしていく、ドスっていうような、ね、音、僕もこれ食らいましたけどね、息ができなくなるんですよ。チョップはなんか切り裂かれるような痛みなんですけど、関本さんのこのハンマーはなんか息ができなくなるような、まあ、なんか疲れてる時にああいうの食らうとまた息ができなくなってどんどん疲れていくっていう、絶対持ってっからな。青コーナーはね、今ね、大谷さんにこう
照準を絞って攻撃をね仕掛けてますね。このカズマさんのあれですね、今リングシューズ見たエアジョーダンなんですね。結構あのね、あの先も僕もこう一般的な、ね、レスラーがリングシューズ、大谷さんもそうですし、多分真下選手もそうなんじゃないかな、まあ、よくねあのレスリングシューズねあの履く選手はいますけど、最近結構こういうあのなんていうかな、あのスニーカーっていうかな、あの、まあ、運動スポーツウェアの履く選手もねどんどん増えてきてますね、まあ、スタイリッシュっていうか、海外だと多分かな、ジョン・シナ選手が多分最初このエアジョーダン系履いたんじゃないかな。で必殺技に行く前にねこうエアポンプを入れてっていう一つこうムーブがねかっこよかったなっていうのがあるんですけど、今見るとあれですね、カズマさんもエアジョーダンですね。ここも行かせない徹底してね、今ねこの青コーナーは大谷さんに標準を絞って、これね水面蹴り、まあね今も所属してるねゼロワンの創設者であるね橋本慎也さんが、もうね大の得意技、あの小川さんとのね一戦の中でも効果的に出していたあの水面蹴りですね。めちゃくちゃやられた方としては怖いんですよ。視界ではないところから蹴りが飛んでくる。ね、このセミファイナルの時にこう出てる皆さんそれぞれ自分のねもうかっちりとした確固たる型っていうのがやっぱありますね。そんなシチュエーションに臨機応変に自分の型を、ね、瞬時に当てはめていくっていう、まあ、プロレスの、ね、感性であったり判断力っていうのかな、戦いを読んでいく力っていうのをすごくやっぱりキャリアともにこう持ち合わせている選手の集まりだなというふうに感じます。すごい、いやすごいすごい、これ初めて見ましたね。これあの関本さんがいる中で2人まとめてこういう展開に持っていくっていうのは、関本さんのね腕力を1つ取ってもねただもんじゃないですからね。なかなかこれは難しいムーブをね今ね完璧に決めていきましたね。さんのこのアグレッシブさって本当すごいですね。エルボーの音、プロレスが戦いだっていう、でそういうねハードヒットな打撃の中から今ではねこうトリッキーな、もうちょっと待ってってやってからの円錐切り、こういったところはね本当にもうかなり WWE を経験されたりとか、本当ね世界のいろんなプロレスの中からねいろんな経験をされてきた、でね家族と戦うといつもね負けて悔しかったりとか、そういった部分の中からねいろんなものを勉強させてもらうというのが感じますね。今味方の関本さんをブレンバスターして相手に落としていくって、これあのプロレスラーが結構当たり前のように技をかけ仕掛けたりかけられたりしますけど、冷静に考えると1メートル以上上から120キロぐらいの人が降ってくるって普通に考えてやばい。サソリ固め、関本さんはあれなんですね、左足を通していくサソリ固めなんですね。確か長州さんは東だったんじゃないかな。
ね、こう選手によってね、そのさすり固めも入り方であったり、それこそ WWE のね、ブレッドハートさんなんかはね、こうね、さすり固めにね、こう近い感じでシャープシューターって名前で使ってたりとか、選手によって入り方であったり、ステップオーバーする時のね、まあ、海外だとあとはスティングさんもね、あのスコーピオンデスロックって言って使いますけど、これもあれですね、まあ、カルゴチさんがもちろんね、あの長州さんにこう伝授したというふうに言われてますけど、そこから世界に広まっていった、まあ、ある意味メイドインジャパンのプロレス技で今なお生き残っているプロレス技ですね。さあ、ここで復活した大谷さん、これですね、顔面ウォッシュ僕もね、あのその記憶ぶっ飛んだ試合でやられましたけど、顔面ウォッシュね、本当にひどい技ですこんなザラザラして硬い靴底で相手を擦るんですよ僕ね、確かにこのね、鼻の頭ずるっといきましたね。試合してもね、もう声出せない状況でもこの技が出ればね、声出してんじゃないかと思うぐらい会場が一体感が出るっていうね。で、場外に坂本さんも同時に蹴りを入れていくっていうね、アグレッシブすぎる技。これも多分あの90年代の新日本プロレスのね、先ほど言ったジュニア黄金時代って言われる中でこう、ね、金本さんなんかもそうですし、まあね、激闘の中で生み出された技が未だにね、ファンの中でも息づいていますね。関本さんのクロスボディ珍しいですね。またマスカラスの華麗な感じとはまたちょっと一味違う、なんかこう重量感のある。これも大谷さんのね、一つね、チョップされてる相手にわざわざ自分で胸を開いてぶつかっていくっていう。まあ、僕もね、あのゼロワンの火祭りに、あの前線ね、リーグ戦出させてもらった時に大谷さんからとにかくプロレスは気持ちだからっていうところで、やられてもやられても立ち上がっていく姿を見せていくのがプロレスだっていうのをね、リングの上もそうですし、控え室でも教えてもらった記憶があります。これね、関本さんのアルゼンチンバックフリップ、そして、カズマ選手の、WAR スペシャルかな、これ天竜さんの技ですね。僕はこのね、関本さんの、シングルやった時はこのアルゼンチンバックブリーカーで、ギブアップ負けをしましたね。ここね、相打ち、今ね、多分大谷さんはあれですね、けさ切りですね、これも橋本さんの技ですね。父も橋本さんとの戦いで大いに苦しめられたけさ切りチョップが、ね、今なおゼロワンで、息づいている、そんな証ですね。おお、小手、このドラディションの、2019年の大会でカズマさんも、引退直前のライガーさんと、タグマッチでマッチアップで、小手を食らって、多分その後だったじゃないかな、小手を多くね、こう対応されてるのをね。30秒、ね、20分一本勝負の試合がもうあっという間に、まあ、4者がね、全員ダウン。まあ、試合権利があるのは坂本選手、橋本選手か。ここでの今お
ということで、このね、ゴールデンボール大会セミファイナルは、素晴らしい激闘の中でね、20分、時間切れ引き分け、もうね、4者全員が大の字。はい、ということで、ここまで、ドラディション4月16日、後楽園ホール大会の、第1試合から、セミファイナルまでの、模様をご覧いただきました。ダイジェストでね、お届けということだったんですけども、それでもね、これだけのボリューム、そしてね、内容が、見れるというのはね、やっぱり、それだけ充実した、試合がね、たくさんラインナップされていた、大会だったのかなと思います。そしてね、この後メインイベントでは、いよいよね、永井さんのですね、30周年記念試合を、お届けいたします。もうね、まさか新日本プロレスで誕生した魔界クラブがドラディションのリングで復活するとは、まあ当時リアルタイムで見ていた僕からしたらね、信じられないような、出来事でした。その模様もね、たっぷりと、この後のパート2で、ご覧いただければなというふうに思います。そして、このドラディション TV の、チャンネル登録、そしてね、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではパート2でまたお会いしましょう。レオナでした。